ワーテルロウの戦いの再現において、軍服を着て、マスケット銃を射撃するリエナクター。リエナクトとは、リエナクトという造語であり、歴史の再現を示す。ヒストリカルリエナクトメント、リエナクトメント、リエナクトメントとも呼ばれる。教育、歴史の研究及び兵士たちへの検証、また、娯楽の面を持ち参加者の多くは、アマチュアエキストラで、必要な被服や装備、 また銃器等は自分たちで購入、または自作、改造するとしで用意している。歴史の再現は特に軍事組織に重点が置かれ、世界では古代から近代まで様々な時代の歴史再現が行われているが、特に欧州におけるナポレオン戦争、アメリカ合衆国における南北戦争の再現イベントは盛んで、数千人の参加者が参加している。日本国内では、 第二次世界大戦及びベトナム戦争における戦闘の再現が盛んであるほか各地の戦国時代の武者行列を再現した祭り等もリエナクトメントの一環と言えるであろう日本国内のリエナクトメントにおける日本陸軍リエナクターの突撃またこのリエナクトへの参加者をリエナクターイコールリナクターと呼ぶトーナメントの主と赤いバラの騎士の間の馬上やり試合 1839年のエグリントントーナメントリトグラフリエナクトと関連する活動は長い歴史を持っており、古くはローマ時代に彼らの帝国を築いた戦いを再現し、コロセウムの章として行われた。17世紀にはイギリス、ロンドンでイスラム諸国との戦闘の再現が人気を博し、19世紀には中世の戦いを再現する演劇や、 トーナメント試合が観客を引きつけ定着していく。現在、最もリエナクトメントが盛んな国の一つ、アメリカ合衆国では1960年頃から南北戦争100周年を記念した戦場再現が行われるようになり、1980年代には参加、リエナクターが6000人を超えたと言われる。その後も南北戦争の再現は人気で、今日では 全国で毎年100回以上の南北戦争の再現が行われている。日本では1895年に始まった京都で行われる時代祭も歴史再現イコールリエナクトメントと言える。起源は定かではないが各地方で行われる戦国や平安時代を模した行列、祭りもリエナクトの一環である。 日本でのリエナクトメントという言葉が導入されたのは1990年代後半で当時行われ出したベトナム戦争を模したイベントにおいて使用されるようになった。日本最大のベトナム戦争イベントアホカリプスにおけるアメリカ陸軍特殊部隊の再現グループその後第二次世界大戦の被服装備の愛好家が各地でリエナクトを冠したイベントを開催するようになり、 今日に至っている。2000年代に入ると、それまで当時の姿を模していれば、リエナクトと考えてきた主流派から、可能な限り当時の生活、行動を細部に至るまで再現しようというプログレッシブ派が生まれ出している。プログレッシブ派の活動は、それまで個人の趣味の延長であったリエナクトを、退役軍人会や自治体等とも関係を持つ、 社会的な活動へつなげている。リエナクターは、リエナクトメントに参加する者、または、個人でリエナクトを行う者の,の総称である。多くは、各時代、各陣営、組織の特に軍人を再現することが多いが、本来は過ぎた時代を再現するすべてのものを総称すべき呼び名である。リエナクターには、様々な形態があり、それはしばしば議論の種にもなる。 リエナクターの再現には一定の決まりがなく、本人、または他者がリエナクターだと思えばその通りになるという風潮が原因となっている。これは世界的にもしばしば問題になっている。アメリカ合衆国で人気の北軍に扮するリエナクター。リエナクターはその再現に関する信憑性のレベルに基づいていくつかの広く定義されたカテゴリーに分類される。ファーブスファーブス。 ファーブやポリエステルソルジャーと呼ばれる分類がある。これは再現にあたって必要な被服、装備また身の回り品などに費やす研究と資金を比較的少なくして望むリエナクターを指している。具体的には材質や色またはデザインが全く異なる衣類、靴、装備を用いたり時代に合わない身の回り品を使用するものを指している。ファーブという単語の由来は不明だが 諸説がある。ファービ e it from a u t h e n t i イコール本物から、遠い、ファービ e it for me it's question, c r i t i イコール私は質問もすることができない、ファーストアンドリサーチレスバイイングイコール接続で、研究のない購入、f o ゲットアバウトリサーチベビーイコール研究。何それメインストリーム主流主流となる多くのリエナクターは、本物の兵士のように見える努力をしているが、 目立つ部分以外ではそれを維持しないことがある。具体的には以下のような特徴が見られる。外から見える皮膚や装備はきちんと揃えるが、下着や見えない部分に現代品を使用したりしている。通常の食事では比較的再現されたものを食べるが、合間に現代のものを食べたり飲んだりしている。昼間はきちんとした兵士のように振る舞えるが、夜間は普通のキャンプのように現代の寝床。 酒、伝統で楽しむ。日本国内においては、この主流派は、サバイバルゲームを楽しむものが多く、リエナクトと、サバイバルゲームの境界が明確ではない。プログレッシブプログレッシブ日本における WW に、アメリカ陸軍第100不評大隊の戦闘再現。ファーブの反対に位置する極端な例で、ハードコアの本物、または、プログレッシブ、イコール発展的と呼ばれる分類である。 筋金入りと形容されることもあるプログレッシブは、可能な限りの再現性を求め、必要な皮膚や装備にこだわると同時に、その生活様式を再現している。兵士の生活は決して楽ではない。暑さ寒さ、雨、雪その他あらゆる気候と気象のもとで、当時の皮膚、装備のみを使用しての生活が求められる。また食事も再現したものに限定され、 それは現代人を満足させるには不十分な味と量となる。この没入型の再現状況を体験することがプログレッシブの目的であるとも言える。しかしプログレッシブには問題がある。それは他の主流派やファーブを受け入れがたい点である。これはしばしば国内のイベントにおいて問題となるがアメリカ合衆国や欧州でも同様である。ネイティブアメリカンの生活再現。 共産主義の東ドイツで非常に人気があった。リビングヒストリー、生きた歴史という用語は2010年頃から盛んに使われるようになった。多くは連続した状況や戦闘の再現ではなく、その生活や使用された被服、装備を時にはギャラリー的に時にはジオラマのように展示している。海外では歴史的なプレゼンテーションの一環としても使用されている。 多くの場合専門の研究者が資料に基づいた正確な展示を心がけているが必ずしもではない。アマチュアとプロの線引きは曖昧ですだが展示するにあたってその正確性を担保するために多くの研究が必要となる。リビングヒストリーは教育の面が強くその展示には解説者を必要としている。それが国際的な場合は通訳も必要となるであろう。 アメリカ合衆国では一部の博物館でのリビングヒストリー展示においてその研究の専門であるリエナクターの協力を得て行っている日本における独ソ戦リエナクトメントでの老農赤軍戦闘再現戦闘デモは特定の期間、特定の戦場において行われた戦闘を視覚的にわかりやすく再現し観客に示すためのものである現在 アメリカ合衆国やロシア連邦等で主流に行われているリエナクトメントで、その内容は極端に縮小したもので、行動等もやや大雑把である。戦闘に参加した将兵たちを称え、その歴史を残すために行われることが多く、博物館や現代の軍事隊が公演となって行われていることが多い。そのため多くの軍用車両が参加することも多く、 大変派手なイベントとなる。残念ながら、日本国内では主流である、第二次世界大戦やベトナム戦争の再現を、国内で観客に見せる需要が少なく、また様々な問題があって実施されていない。メイドストーンの戦いの再現、県と古代から近世までの戦闘は、計画的な集団戦闘が中心で、特に再現に人気のある有名な戦闘は、その記録が、 研究者の手によって調査されており、多くの部隊の行動が把握されている。これらの戦闘再現は、当時の記録と研究結果からの推察により、行動通りに行われることとなる。正確な意味での戦闘再現は、これが限界ともされる。近代に入り、戦闘の様相は一変した。それらは時には、個人単位の行動となって複雑に絡み合い、記録を精査しても、 各個人単位の兵士たちがどのように行動したかは確定することが不可能となった。そこで近代の戦闘、リエナクトメントは時期、戦線、部隊等を特定し状況を設定した中で当時の教育と戦術をもとにした参加者によって判断され実際の行動に反映される。周囲の敵味方の部隊についても想定状況として参加者に与えられた中で行動している。 参加者が状況に没入し、戦闘中の兵士の行動や生活を体験するのが目的となる。歴史の再現、リエナクトメント及びリエナクターに対する歴史家の見方はまちまちである。一部の歴史家は再現を一般の人々が過去についての物語を理解し、学術史では不可能な方法で関与する方法として引用している。つまりは一般の人々にとって 退屈に過ぎない記念碑や歴史書を視覚的に表現することで興味を持たせることができるものと解釈している。また一般的な学術研究では理解が難しい実際の行動や生活についてより事実に近づける手段としている場合もある。しかし一部の歴史家は再現に存在する時代錯誤の誤りを批判し正確性を書く再現によって 歴史と選手が歪められて伝わることを心配している。また被覆等の細部の正確性に目を奪われがちで、一般大衆が本来学ぶべき歴史テーマが曖昧となる可能性も指摘されている。同時に時代背景から当時の再現を考慮するにあたって、現代では排斥されている、差別的感情が生まれることを心配する声も存在している。 これらは、例えば南北戦争の黒人問題、また、第二次世界大戦のドイツ新英隊の再現等で、顕著に現れがちである。多くのリエナクターは紳士であり、宿女であり、それらの本質的問題を現代に復活させることは、ないであろう。しかし、中には、思想的な再現を行うものも存在し、しばしば問題になる。多くの場合、彼らは、 他のリエナクターによって排除されるであろう。一部の歴史家は過去を再現提示するにあたり本物のアプローチを求めている。そこでは不正確な描写によるイメージを与えないよう要求がなされている。これは決して服装見た目のことではなく、現代の社会に対する表現の影響を真剣に考慮すべきと主張している。ドイツ陸軍のリエナクターによるロシア戦線の再現、 リエナクトメントについては多くの批判が存在している。多くの人がリエナクターの平均年齢はほとんどの戦闘での兵士の平均年齢よりもはるかに高いと指摘している。また体系について現代人の平均的に以前の歴史上の兵士たちより肥満傾向にある。しかし年齢や体系に基づいて区別する再現ユニットはほとんどない。米国では リエナクターは圧倒的に白人が多く、南北戦争の再現では黒人の扱いについて常にデリケートな問題に直面している。また人種による再現性については見た目上の問題であるとする見方も存在している。人種による再現の不正を言う場合、それはファーブな人々によって行われる場合が多くある。 逆にプログレッシブでは人種を問題とせず、兵士の置かれた状況を本格的に体験するのであれば、人種を問わない場合が多いようである。ある本では、エリート部隊に対する人気について記述されている。つまり、コマンドを空挺部隊、武装新兵隊などのエリートユニットに引き寄せられる、リエナクター社の傾向について説明している。いわば子供の憧れとして、これらは、 一般的に再現コミュニティでの過小評価をもたらしている。ヨーロッパでも同様の問題が存在している。例えば、英国ではナポレオン戦争の再現者の大部分が第95ライフル連隊のメンバーとして演じており、中世のグループはプレート装甲の兵士の割合が多すぎるであろう。一部の退役軍人は人間の悲劇を称賛するものとして軍事、 リエナクトメントを批判している。ある第二次世界大戦の退役軍人の言葉を借りれば、彼らが戦争がどのようなものかを知っていたならば、決してそれで遊ぶことはなかったとなる。日本における WW にドイツ陸軍機関銃陣地の再現しかし、同時に退役軍人の中には、自分自身や自分の戦友、そして部隊の記憶的遺産を引き継ぐ者として、 リエナクトを捉える者も,もいる。これは個人的な感情や経験の差と対象となるリエナクターの再現に対する態度によるものであろう。また過去の戦争において女性は前線に立つことが少なかったことに起因する問題がある。軍服を着た女性リエナクターの外観が完璧であってもその戦闘への参加はほとんどの男性のリエナクターには受け入れられないとみなされる。 しかし、日本では大変少数ながら、女性、ディエナクターも各地のイベントに参加してきた歴史がある。一定の距離から男性の兵士として見える場、ラバ、女性が戦闘員として参加することが許可されている。ありがとうございます。